子どもを大切にする社会を創出する取り組み、子どもスマイルムーブメント。東京都は子どもの成長につながるさまざまな取り組みを広げるため、子どもの笑顔を育む先進的な取り組みを行う企業・団体を表彰する子どもスマイルムーブメント大賞を創設しました。子どもたちと気軽に外出できる社会を作っていきたいなというのをちょっと目標にしていまして、ベビーカーという手段なんですが、外出先で借りて返すことができたら、子育て世代がもうちょっと気軽に外出できるんじゃないかなというので始めた事業になっています。今回紹介するのは、優秀賞を受賞した JRE ベビーカーシェアリング有限責任事業組合、ベビーカーのシェアリングサービスベビカルを提供している団体です。駅や商業施設などにレンタルの拠点を設置、外出先でベビーカーをレンタルできるので、移動や買い物など子育て世代の負担を軽くすることができるサービスです。2021年に設立された JRE ベビーカーシェアリング有限責任事業組合は、ベビーカーをレンタルできるサービスベビカルの運営を行う団体です。東京上野御徒町駅改札を出てすぐのところに、ベビーカーのシェアリングサービスベビカルが設置されています。使い方は簡単。スマホなどで事前に予約して、二次元バーコードをタッチするとベビーカーが借りられる仕組みです。駅で借りられるのはすごい便利だと思います。ただでさえかさばるし、赤ちゃんとあと赤ちゃんの荷物とかも多いので、ベビーカーをそこで借りれるのはすごいありがたいのと思いますね。現在駅や商業施設などをはじめ都内52カ所に設置されていますが、さらに増やしていく予定だといいます。他にもこの場所には液体ミルクやおむつの販売機など複合的なサービスが用意されています。子どもたちと気軽に外出できる社会を作っていきたいなというのをちょっと目標にしていまして、結構子育て世帯が荷物が重かったりとか、エレベーター並ぶのが大変だったりとか、途中でお子さん寝ちゃってこう大変だみたいなのがあって、結構こう外出しにくいというお声もいただいていたので、ベビーカーという手段なんですが、外出先で借りて返すことができたら、子育て世代がもうちょっとこう気軽に外出できるんじゃないかなというので始めた事業になっています。公共交通機関やエレベーター利用時などにおける子育て世代の負担軽減に貢献している点や、子育て世代の利便性向上に向けて、各鉄道会社、企業、団体など幅広い連携により都内52カ所で展開している点が高く評価されての受賞となりました。いろんな場所にあるということがお客様にとってメリットだと思うので、やっぱりお客様が使いたいと思う場所には置いていきたいなと。特に女性一人でお出かけする際って、すごくやっぱり遠くに行くのが大変だっていうのもあったので、少しでも身軽に移動していただいて、外出を楽しんでいただければいいなというふうに思います。今自治体さんとの協力だったりとか、企業さんとの連携ですとか、外出先でのシェアリングサービスとして、いろんなサービスをこれからも付加していきたいなというふうに思っています。子どもを大切にする東京を育てよう、子どもスマイルムーブメント。チャンネル登録お願いします。